匿名希望さんの漫画を見ていきましょう。漫画家を目指してます。率直な印象を聞かせていただきたいです。特に絵柄の印象が今の時代にも合っているでしょうか。まずこの漫画を皆さんと見ていきましょう。1コマ目出ていくよ。今までありがとう。謎めいた男性です。ものすごい美形ですね。2コマ目助けて。化け物なんて誰にも言わないけど。でまたものすごい美女が怯えています。美女の顔に男のパンチが飛んできました。3コマ目いってくれ。いった許してお願い。美女は男性にめった打ちにされています。4コマ目倒れた女性の姿を見ています。という漫画を送ってくれました。僕のアフレコの声は正しくないです。彼はもっとイケメンボイスだと思いますし、この美女はもっと美しい声をしてると思います。僕がこんな声しか出ないんで、二人ともアホな声に聞こえてしまいますけども、絶対僕みたいな声じゃないんで、この二人がね。皆さんの頭の中で変換しといてくださいね。そこはまずこの漫画のいいと思ったところからお伝えしましょう。キャラクターが華やか。どんな漫画を描いても美男美女ですよ。やっぱり少年漫画も少女漫画もやっぱかっこいい男の子とか綺麗な女の人が見たい、みんなね。これもう誰が見ても超イケメン、そして超美女ですよ。もうこれだけで僕は漫画は半分は勝ったと言ってもいいと思います。なぜなら美男美女を嫌いな人はいないからですよ。皆さんもドラマや映画見てください。男はかっこいいし女性は綺麗でしょ。まあ、美男美女はみんな好きなんですよ。そしてヒーローヒロインは綺麗であってほしい、かっこよくあってほしいっていうのはみんなの共通の気持ちなんですね。なので、まあ、これぐらい華やかな美男美女が描けるっていうだけで周りの人から絵うまいねって言われてきたと思います。これを見ても書き慣れてることがすごくわかりますし、まあ、平均以上の画力があるっていうかね、かなりうまいっていう風に言われていると思います。それから一コマ一コマ決まってる、これがすごくいいと思いました。このコマ見ても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 なんかこう決まってるじゃないですか。アップアップロングはロングでかっこいいって言ったらいいのかな。多くの漫画初心者はこういうアップの顔はかっこよく描けてもロングになるとデッサンが狂ったりとか力が抜けてしまったりとかするんですよね。だけどこの方の漫画はアップもロングも同じぐらいの力で描いてるって言ったらいいのかな。どちらも手を抜かずにアップアップロングはロングでかっこよく見えるように気を使いながら描いてるっていうのがすごくいいですよね。この気持ちがあるだけでだいぶ僕はプロ意識があるっていうか、まあ、この方にとって漫画を描くっていうことが遊びじゃないなっていうことが感じられます。それから僕がいいなと思ったのは手の動きでもキャラクターの感情や状況を表そうとしてる。これすごくいいですね。だいたい多くの人は顔しか描かないんですよ。例えばこの2コマこの顔だけ描いてこれ描かない、この顔だけ描いてこれ描かないってほとんどの人はなっちゃうんですね。こういう風になっちゃうんです。みんな漫画初心者は顔しか描かない。だけどこの方は手でもこのキャラクターたちの感情を表そうとしてる。それがすごくいいと思いました。例えば僕も少年雑誌で連載してきましたけども、予告カットとか主人公の顔とか描いてって言われるんですね。バストアップとかで。その時編集部に必ず言われたのが手のアクション入れてっていう風に言われたんですよ。手のアクションでこんな感じです。顔のそばに必ずグーとかチョキとか指を指すとか手のポーズを入れてねっていう風に言われるんですよ。例えばここにまあ漫画のタイトルとかこう入って予告ページとかこう使われるわけですよね。こういう風に。だから皆さんも少年漫画の予告とかイラストカット見てると必ず主人公がパンチ出してたりとかピースサイン出してたりとかしてません？なんかその気がしません？この人の漫画も手の動きでもキャラクターの感情を表そうとしてるっていうのはすごくプロっぽい意識がある人だなっていうふうに思いました。絵を描かない人から見ればこのままでもねもうプロの原稿と何が違うのぐらいに見えると思います。これを描いた匿名希望さんはこの漫画を見て率直な印象を聞かせてくださいっていうふうにメールに書いてくださってるんで、このままでも意識は高い方だと思うんですけども、これだけの絵を描けてもまだプロになってないっていうことはまだまだ改善の余地があるということだと思います。それではこの漫画原稿どこを意識すればもっとレベルアップするのか、ネームを書くことで見せていきます。
はい、ネームを書いてみました。本来ネームというものはこれぐらいの絵柄で書かれるものなんですが、これでは動画を見てる視聴者さんが漫画になった時のイメージがしづらいと思いますので、こちらはちょっと絵を多めに描いたものを用意しています。こちらは完成原稿ではございませんのでご了承ください。僕が気になったのは顔と手の動きが合ってるように見えないっていうところですかね。先ほど手の動きでもキャラクターの感情を表そうとしてるのがいいところだっていうふうに言ったんですけど、もちろんその意識はすごくいいんですよ。だけどもこの顔の人間とこの手の人間と違う人間みたいに見えるというか、この女の人もこの女の人から生えた手に見えないって言ったらいいのかな。そこが気になりましたね。だから惜しいというかもったいないというか、手でもキャラクターを表現しようとしているところはすごくいいんですけども、その手自体が、体からこう繋がってる感じがしないって言ったらいいのかな。これは顔がすごく美形なだけにこっちも期待してしまうっていうのがあると思います。期待されるんですよ。キャラクターが美男美女だと全部がうまいことを期待されるんですね。だからこの方は顔はたくさん描いてこられたんだと思うんですけど、体というか手は苦手なんだと思うんですよね。こっちの画力と手の画力とか釣り合ってないっていうか、そこが惜しいなっていうふうに思いました。これは漫画というよりも絵の方の話ですけどね。なので僕は、まあ、こんな感じにしたんですけど、例えばこの男の人はここでパンチを出してるんで、まあ、これから殴ろうとしてるわけですよね。この手でこの手を別に振り上げてパンチをしようとしてるかどうかまでは分かんないんですけど、このシーンからしたら作者の狙いとしてはかっこよく見せたかったっていうのが一番にあると思うので、右手がパンチの手でなくてもいいんですよ。だけどちょっとこう不自然というか、こんな風に手を出すかなっていうのはちょっと僕は気になりました。なので、まあ、僕はこれから右手で、まあ、グーで殴ろうかなってしてるような感じの手にしました。だけどまだ ここでは殴るかどうかわからない程度の手の丸め方って言ったらいいのかな。まだこうすると途中というかみたいな感じにして、あとこの女の人の手も助けてっていう時に顔の前にこうやって手するかなって感じがしたんで、避けてるような感じの手にしたというか、やっぱり人間は危険を感じたら顔とか頭を守ろうとするので、そういう風な感じの手のポーズにしました。危ないっていう感じのね。それから次に気になったのが男の手の動きに繋がりがないというところですね。1コマ目ここ右手上げてるじゃないですか。だけど2コマ目のパンチはこれ左手なんですよね。3コマ目は右手で女性を殴ってってるんですよ。これが僕は繋がってない感じがするというか、多分この人は右手でガンガン殴ってると思うんですよ。このポタポタって血が落ちてるのも右手の方がたくさん落ちてるんでね。だから右手を上げて右手で殴りかかって右手でガン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 めった打ちにしてるっていう方がアニメーションとしては自然というか、これがアニメになった時に右手上げて左手出して右手でめった打ちっていうのがなんか繋がってない感じがしたんですね。もちろんパンチは右でも左でも出せますから、この女の人を殴ってる途中で手を変えてもいいんですよ。右で殴ったり左で殴ったりってしていいんですよ。4コマ目でも彼の右手からも左手からも血が落ちてるんで、おそらく両手でめった打ちにしたんだと思います。だから右手だけで殴らなきゃダメだと僕は言ってるんじゃなくって、右手でも左手でも殴ってもいいんですけども、1コマ目2コマ目3コマ目っていうこの動きが繋がらないというか、でなんでこうなってしまったかというと、まあ僕も自分が漫画描くからわかるんですけど、多分これが描きやすかったんだと思うんですよ。女の人を右に持ってきたかったんだと思うんですね。そうしたら右手のパンチよりも左手のパンチの方が出しやすいじゃないですか、絵的に。だからこうなったのかなと。じゃあなんで右側に女性がいるんだって言ったら、これに繋げたかったのかなとか思ったんですね。こっちが右にいるからこの人も右に描いたのかなって思ったんですね。この女性の動きの繋がりを考えたのかなと。だけど僕は男性の手の動きに繋がりがないのが気になったんですね。なので僕はこういう風にしたんですね。まあ右手を上げて2コマ目でも右手でパンチを飛ばしてるの。だけどこっちのカーだと書きにくくなるんで、女性を逆側に置いたというか向かって左側に置いたんですね。そうしたら右手でパンチを出すのが自然になるので、そしてこっちが左にいるからこっちも女性を左にしたんですよ。繋がりがあるように右手でめった打ちしてると。最後のコマも左右逆からのアングルにしたんですね。多分ですよ、この作者の人はこれが書きたかったんだと思うんです。僕殴った右手の
腕この血がポタポタ滴り落ちてるのを描きたくて、そしたらこっち側のアングルの方がよく見えるじゃないですか。だからこんな風にあっちゃこっちゃなっちゃったのかなと。描きたいシーンをそれぞれ優先した結果、右だったり左だったりくるくるなっちゃったのかなって僕は思ったんですね。なのでこっち側にすると、これを描いた匿名希望さんの、こっちの右手がはっきり描きたかったのにって思うかもしれないですけど、これはあくまでも一つの例と思ってくださいね。これと全く同じになっても面白くないから、こっちの原稿は男性が右手でパンチをずっと出していて、女性は左側にずっといるっていう風なのを統一したものだと思ってください。こっち側は試しにこう書いてみたってことです。これだったら不自然じゃないって言ったらいいのかな、この流れに、コマの流れに。これだと右とか左とかくる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 しちゃってるっていうことですね。でもちろんアクション漫画はカメラの位置がくるくる変わっても何らおかしくはないので、これが僕はダメだとは言いません。だけど僕は右手上げて左パンチ出して右でめった打ちっていうのがなんかバトルアクションとしてギクシャクした感じがしたので、例としてこう書いてみました。次に僕が気になったのは女性のリアクションです。これかなり恐ろしいシーンだと思うんですよ。女性が大柄の男性にボコ殴りにされるっていう、なのに女性のリアクションがあんまり痛そうじゃないというか怖そうじゃないというか、特に3コマ目はボッコボコに殴られてるのに、だから痛許してお願い、こんな風に僕は話せないと思いますよ。実際こんな男に女の子ボコ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 殴ってこんな喋れるかな、なんか痛っていうのはちょっとつまずいたぐらいの痛さっていうか、痛っなんていうのはなんか言えるかな。もっとこうギャーとかうわーとかギャーとかもう悲鳴になると思うんですね。こんな流暢に喋れないっていうか、だから僕はこんな風にしました。2コマ目から助けて化け物なんて誰にも言わないから、まあ、これはもう僕はカットしました。パンチが飛んできてるわけですから、男のこんなこと言ってられるかなって僕は思ったんで、この化け物なんて誰にも言わないからっていうセリフが多分大事だと思うんで、これはこのシーンの前に言わせればいいかなと思ったんで、僕はもう助けてだけに僕はしました。実際本当にこうなったらいやーとか助けてとも言えないかもしれないとも僕は思ったんですけど、ただまあ漫画は現実通り書くことが正解とは限らないので、これでもまあ僕は2コマ目はこれでもいいかなって思いました。で3コマ目なんですけど、僕はもうギャーとかギッとかっていう悲鳴にしたんですね。これはなんでかっていうと、この状況の悲惨さを表すため、こんな美しい美女でももうギッとかっていうもうグエーとかなるぐらい、なんつうかな、もうボコ殴りにされてるというか、悲鳴にもならないぐらいの悲惨な仕打ちを受けてるっていうか、そんな感じにしたくて、僕はもうセリフはもうなしにしたんですね。こうすることによって、男がいかにこの女性に容赦なく暴力を振るってるかっていう様子が強くなるから、なんかこれだったらいたってとかって言ってるっていうことは、僕は手加減してちょっと殴ってるように見えるんですよ。こっちは手加減なし、もう喋らせない、もう相手に。女性といえども容赦しない、女子供も鬼のように殴るみたいな感じにするためにこんな風にしました。ただね、僕今こんな風に説明したんですけど、これもちょっと補足させてもらいたいのが、どんな悲壮さを出したいかとか、すごくなんか残酷な言い方になりますけど、どんな悲鳴を上げさせたいかなんですね。だからこれを書いた匿名希望さんが、女性のこの怯えてる様子を描くときに、助けてとか許してお願いとかってこう命乞いしてる様子を描きたいというか、こういう女性の姿が描きたかったたのであれば、僕はこれがダメだと言わない。さっきのパンチと一緒で、これが僕ダメだっていうつもりはないです。こういう表現も僕はありだと思います。だけど僕は男があんまりこう残酷に見えなかったっていうか、男を僕は残酷にしたかったから、ちょっとこんな風にしたんですけどね。悲壮にしたかったっていうか、もっと悲壮、まあ、これが悲壮じゃないとは言わないですけども、もっと残酷にしたかったっていうか手加減してるように見せたくなかったって言ったらいいかな。まあ、最後のこれはもうほぼ一緒です。あの逆方向になっただけで、ポタポタっていうのは右手から滴り落ちてる血の方が多くて、左手は少なめ。まあ、多分この男は右利きなんでしょうね。右利きですよ。右利きだから、まあ、右手の方がたくさん殴ったから右の方が血がたくさんついててこぼれてるってことだと思うんですよ。これね。これはもうこんな風に同じようにしました。あと気になったのが、
この背景かな。さっきのこの手もそうなんですけど、この人すごい美形、美男美女を描く人じゃないですか。で、こういうのってやっぱ期待してしまうんですよね。画力がめちゃくちゃうまいこと。だからこの顔に比べて、なんで背景のパースが狂ってんのとかって思っちゃうんですよ。これだったら床に立ってるように見えないっていうか、せっかくこの男が上から見てるように描けてるのに、床にパースがないというか、遠近感がないというか、真上から見下ろした感じになってるっていうか、これは多分僕はなんか背景材料を貼り付けたのかなって思うんですね。そこからの加工をしてないっていうか、人間に合ってないんですよ。ただ貼り付けただけっていうか、この人間に合わせて床も遠近感をこうやってつけないとおかしい。例えば僕のこっち側は、まあこれ手書きでネームだからぐちゃぐちゃって書いて、そんな細かな背景ではないですけども、ちゃんと人間がこの廊下に立ってるように見えるというか、これは人間と背景のパースがおおよそ合ってるからなんですね。まあこれも測ってないですから、目分量で適当に書いたんで、厳密に測れば違うかもしれないですけど、でもこっち側は明らかに床が壁みたいになってるじゃないですか。空間がおかしくなってるって言ったらいいのかな。こっちはそんなにおかしく感じないけども、こっちはなんかってなっちゃってるんですよね。だから美形描く人はもうちょっとでもこうやってパースが狂ったり手がおかしいと、あれって思われるんですよ。顔がそんなに美形じゃなかったら何も言われないんです。逆に期待されないから。でも美形の美男美女を描く人は細部まで全部が綺麗じゃないと、つまり高い画力を求められるっていうか期待されるので、こういうところの狂いが僕は絵が気になったって感じですね。これだけの華やかな絵が描けるのに、まだ漫画家に慣れてないっていうことは、今僕が言ったようなことが甘いんだと思うんですよね。絵に関してだったら、手とか背景が顔の画力についてきてないとか、漫画の流れとして人物の動きが繋がってないように見えるとか、女性のリアクションが、まあ、本当にこれに適切なものなのか、いろんなそういう細かいところが重なって、まだまだだねっていう風に編集さんに言われているか、自分で自主的にウェブに漫画を載せていて、いまいち伸びないなって思ってるのであれば、こういう細かいところがまだまだ研究の余地があるっていうことだと思います。最後に、絵柄が今の時代でも合ってるか大丈夫なのでしょうかっていう風にメールに書いてあるんですけど、僕は時代に合ってるかどうかではなくて、誰に受け入れられたいのか、そっちを重視した方がいいと思います。多分自分の絵が新しいか古いかとか、そういうことを気にしてらっしゃるんだと思うんですけども、これが10代の人に向けてだったら、ちょっと大人っぽすぎるというかね、ちょっとこう劇画チックすぎて受け入れられにくいかもしれません。だけれども30代40代の人であれば、これぐらいの絵柄の方が好きだっていう人もいらっしゃると思うんですよね。だから今の時代っていうと範囲が広くなってしまうので、どういう人に受け入れられたいのか、単純に男性に受け入れられたいのか、女性に受け入れられたいのか、そして世代ですよね。10代に受け入れてほしいのか、20代に受け入れてほしいのか、30代なのか、40代なのか、どこのどういう世代に受け入れられたいのか。漫画のジャンルもいろいろあるので、ほのぼの漫画とホラー漫画だったら、この人は多分ホラー寄りだと思うんですよね。だったらそのホラー読者に受け入れられたいとか、今の時代というよりも誰に受け入れられたいかで僕は考えた方がいいと思います。っていうのが、時代を追っかけていったらキリがないというか、最先端とか新しいばかりがいいとは限らないからです。ちょっと古めだったり、もっと言えば画力がない方が受け入れられる世界もあるんで、例えば分かりやすいのなんかビッグコミックスピリッツとかなんて、かなり年配の方を対象にしてる漫画雑誌だから、絵柄も劇画っぽいのが多いし、例えばエッセイコミック、主婦の生活を題材にした漫画とか、子育て漫画、ああいう漫画は画力なんか逆にある方が邪魔になるっていうか、誰に受け入れられたいのかっていうところの方が僕は大事だと思うし、匿名希望さんが誰に受け入れられたいのか、3つ考えるといいと思います。1つは男か女どっちなのか、2つ目がどの年代どの世代のあたりに受け入れられたいのか、3つ目がどういうジャンルを好む漫画読者に受け入れられたいのか、これで決める方が僕は答えが見つかりやすいんじゃないかと思います。今のねこの原稿を見ても、匿名希望さんにとって漫画が遊びじゃないっていうことは伝わってきます。すごく丁寧な仕事をされてますし、意識はすごく高い方だっていうことがわかるので、まだまだ伸びしろはあると思いますよ。あなたの漫画はもっと面白くなります。漫画原稿を書くヒントにしてください。今年2023年春からペガサス大学が開校しますが、その前にプレセミナーを行うことが
が決定しました。絵や漫画をお金に変える錬金術というテーマで、プロがどうやって絵や漫画を仕事にしていったのか、そのプロセスや考え方をお伝えしようと思っています。お金を稼ぐだけでなく、漫画家の心の幸せ、それを僕は大切にしていきたいと思っています。開催日2月19日の日曜日となっています。公式ホームページとお申し込みフォーム、動画下の説明欄に URL がございますので、そちらからお申し込みください。ハヤトチャンネルでは漫画原稿を大募集しています。1ページだけで構いません。1ページで完結していても、長い漫画の中の1枚でも構いません。小回りやキャラの見せ方やセリフの入れ方、演出なんかをアドバイスします。少女漫画、少年漫画、エッセイコミック、ギャグ、ホラー、スポーツ、恋愛、ストーリータイプの漫画であれば、どんなジャンルでも構いません。どうぞよろしくお願いします。